1995年の1月17日に、阪神淡路大震災というのがありました。その時に、まあ、5000人ぐらい亡くなって、2万人ぐらい怪我されて、家が潰れて大変だったんですけども、まあ、私の友人も何人か亡くなったんですけども、その時に、聖書に書いてある通りだなと、ここ潰れそうもないものがあっという間に17秒の揺れで、崩れ去ってしまって、多くの方が亡くなるっていうことを体験して、まあ亡くなった方や怪我された方それぞれあるけれども、まあ生き残ったものもやっぱり使命があるんじゃないかなと、神様の前に使命というのが与えられているんじゃないかと。亡くなった方にもその使命があったんだということで、まあ、じゃあ僕の使命は一体何だろうっていうところから始まりました。そして、その時にですね、多くのそのボランティアの方々が神戸に助けに来てくださったんですね。そのと、一人のアメリカ人の宣教師の方がですね、その方を車で案内してたら、信じられないっておっしゃったんですよ。何が信じられないんですかって聞いたら、まあ、全部壊れてますし、残った建物の商店の前に列をちゃんと作って、待ってる。それで避難所行ったら、誰もリーダーいないのに、救援物資をもらうのに、1000人以上の人がちゃんと列を作って、待って順番に受け取っていく。それを見てその方が信じられない、私はアメリカ人でこれ大都会でこういうことが起こったらこうはならないとおっしゃったんですよ。まあ、その時は僕そう要は日本人としては当たり前なんだけどしか考えられない。で、まあちょっとおかしいなとは思ったんです。その後にヘブル語と日本語が似ているという、久保先生の書類を見て、それで、あ、そうかと、ひょっとしたら関係あるんじゃないかと思って研究を始めました。三宗さんですね。うちの所長をしている昨日挨拶しましたけれども、彼は、まあ、イスラエル名誉領事してて、で、彼だったら何か知ってるんじゃないかなと思って、三宗さんと会いました。これはね、不思議なことだったんです。三宗さんはイスラエル名誉領事だから、シロニー先生やシャハン先生知ってたんです。で、僕は、久保有正さんのも知ってたし、久保有さんの先の先生、小石豊先生っていう方が、シャハン先生と50年か60年前に、イスラエルの砦のあるところ、玉砕したところでお会いして友達になってたんですね。だから、三人の方が共通で知ってたんですね。シャハン先生を。ですから、非常にやりやすかったです。まあ、シャハン先生とは会って、お話しして、それは話盛り上がりますよね。趣味が一緒ですし。で、まあ、本当にこの本を、まあ、出したところだったんですけど、見て彼もちょっと興味持って、非常に面白いと、いうことでね、どんどん続けなさいと、どんどんやってくださいと。まあ、シャハン先生はイスラエルにいらっしゃるので、ね、私は日本にいるから、日本のこう、研究するのは日本人が一番いいわけですよね。神社仏閣回るの。
それでもうお寺や神社やいろんなところを博物館回るようになりました。最初に旅行したのはね、久保先生も一緒でしたし他の方も一緒でしたけど、四国だったんですね。四国に行ったんです。で、四国のところで、旗という姓がたくさんある地域があるんです。そこの神社に、神明神社ってあるんですけど、神が明るい。それと、もう一つは白神と書いて白人神社というのも隣接してるんですね。そこのところに行って、シャハン先生がその神明社の建物ももうなくなってて、石だけのところがあるんですね。それ見て先生が非常に興奮したのを覚えてます。その先生は非常にこう興奮されて、これは巨大なコミュニティがここにあった証拠やと。ユダヤ人のコミュニティ、これだけ大きな、ものがあるということは相当の人数が、いたはずだと。先生はもう非常に興奮されてます。もう、その晩はもう非常にお酒、日本酒を飲んで、非常に、こう、楽しげにされてましたの。非常にそれが記憶に残ってます。で、それは僕らが説明したのは、そのお酒もきっとユダヤ人が来て日本で作ったものですよと説明したら、ますます、ああ、そうだろうということで盛り上がりました。日本ではね、新聞やテレビ局の放送だと、イスラエルはいつも紛争が起こっててね、大変で怖い国だっていうイメージとか危ない国だっていうイメージを持って行ったんですよ。ところが行ってみたら、全然平和だし、非常にね、落ち着くんですね。街のエルサレム行った時びっくりしたんで、まあ、エルサレムストーンで統一されてるっていうこともあるのかもしれないけど、非常にこう、穏やかな感じ。なんかこう、そういう平安な感じっていうかな。もう、それはびっくりしました。印象と全然違うと。最初に持ってた印象と違うのにびっくりしました。イスラエルはね、先生の大学とか、パレスチナの地域にあるところを行かせてもらったりして、まあ、ブロンヘブライ大学でもありますしけども、まあ、先生の家にも案内されて、書斎に、入れてもらって、いろんな、そこにもいろんな方の写真があって、ご説明聞いて楽しかったです。その時は奥さんもいらっしゃったんで、非常に和やかな雰囲気で。で、まあ、家族だと言ってくれて、まあ、それらずっと家族、まあ、日本に来た時も家族と一緒ですから、家族付き合いさせていただいてます。まあ、これは、シャハン先生がおっしゃってるように、7世紀、BC、7世紀に、最初の方が来られたと。スサを隊長とする宣言隊が日本に到着したと。まあ、いうことですよね。で、私自身、自分で調査して、今、非常に注目しているのは、もう少し前ではなかったのかと思っているんです。それは、ソロモンの交易がありますよね。ですから、ソロモン王の時代ですから、3000年前にはもう到達してたんじゃないかというのが、私の考えです。シャーン先生の考えは、まあ、大規模に来たのは、BC7 世紀というお考えなんですけども、僕はもっと前から来ていたんではないだろうかと。それは、私が発見した、中国、香港博物館の古代地図ですね。4000年前から、日本とエジプト、
メソポタミアとつながってたというのもありますし、ローマ帝国の地図ですね。には、イタリアのローマ博物館にあるんですけど、それにははっきりと、ちゃんと航路図まで書いてありますから、イギリスから日本まで書いてありますから、アフリカ航路もありますから、まあ、かなり前ではないかなと。まあ、3000年はもう、もっと前から来てた可能性もあると。その、エジプト時代からも来てた可能性はあると思いますね。で、特にでも、先生がおっしゃるように、ハタシが来られたのは、まあ、2000、BC 3世紀ぐらいじゃないかと思います。はっきりとユダヤとわかるハタというのが、痕跡がわかるのはその辺だと思います。最初に日本文化を元をたどれば聖書からという本を2010年の6月25日に出版いたしました。で、これは1万冊刷ったんです。で、1500冊出版社が取りまして、7000冊はタダで配ったんです。で、それですぐなくなってしまう、まあほぼなくなっそうになったので、次に、これを、仏教の方もいろんな宗教の方がいらっしゃって、リーダーがいらっしゃるので、皆さんに配るのに、聖書と書いてあるとね、仏教の方から、ちょっと配りにくいので、なんとかしてもらえませんかということと、もう一つは、この本がただで配ったので、アメリカの南カリフォルニア大学の日本語学科の教科書になったらしいんですよ。ところがこれ日本語しか書いてないから、まあ日本語が書いてたからそれでいいんですけど、ちょっと困ると。なんとかちょっとわかるようにしてほしいということもあったので、これにイスラエルの調査とか、スリランカとか行ったものを加えて、イスラエル現地に行った調査とかを加えて、題名の副題を、この、題名にしたんです。その方に、日本古来の神仏はイスラエルの神であるというのはどうですかって言ったら、門跡なんですけどね。カジ門跡って、京都の有名な、天皇家のお寺なんです。その門跡が、それだったらいいですよと、それだったら私配られるって言うんで、これを作りました。で、その時に、英語と両方分かるように、アウトラインが分かるように、英語を加えました。それと同時に、この世界中を旅行して、博物館や、まあ、イスラエルもそうですけど、全部、網羅したものを、ここの四大文明の神は聖書の神であるっていうのを、同時に、ほぼ同時期ぐらいに出しました。そして、シャハン教授から依頼がありまして、失われた十部族の足跡、ロスト・テン・トライブズのこの訳をヘブル語から直接日本語に訳してもらえないかと依頼が来まして、私の、探して友人が2年かかって翻訳してこの本を出版させてもらいました。そして、この出版の打ち合わせをしているときに、シャハン教授から、これは学問的に言ったらマガジンだと。雑誌だと。あなたは論文書かないといけないと。これでは論文にならないと。だから論文書くべきだということで、英語で、この2013年の11月に、これが偶然にも11月11日なんですけど、英語でこれを出版したんです。そして、イスラエルに行って、皆さんとかポーランドに行って配りました。そしたら、ポーランドの大学が、これは出版、ポーランド語にするべきだと、言われて、ポーランド語で、これを作って、お金渡し出して、2000冊、
くらい作って、全部大学に配りました。これポーランド語になってもらいました。そして、最後に、日本人のために、日本語を作って、出版してます。そして、それ以降に、もっと証拠が写真が出たので、英語がもうだいぶ前に出したので、去年、一昨年ですね、2018年にアップデートで、それ以後に分かった資料を参考資料として付けて、このアップデート版を作りました。まあ、これでハーバードに行けたらなと思ってるんです。そして、一番、この本としては、その後にまた、シャハン教授が書かれた、サバチオン川と闇の山に消えた十部族というのを先生書かれて、これも翻訳して、日本語で出発してくれと。で、ソマ、お前の研究と一緒に、出してくれと。一緒の本でいいから、出してくれと言うんで、この本を共同で、私の本の題は、世界文化は聖書から、我々は一つのファミリーと、家族です、という題で、結論、全部エジプトから来てると、それをイスラエル人が、ユダヤ人が継承してるんだ、ということを証明させていただきました。それで、これは、昨日も言いましたけれども、メロラの書きか、作り方は聖書に書いてあるけれども、ハヌキアはいつからかわからないというのは、イスラエル学者の意見だったんです。ところが、私が調査した結果、命の木の形がハヌキア。で、その真ん中の主要な部分がメロラになったんだ、ということが、エジプト、アブシンベル神殿のセタマウイの図の冠からも言える、ということですね。その形も全く一緒です。で、それで、このメソポタミアのウルの王の、その、ラムイナティケットと言われている黄金製のものは、非常に学者はびっくりして、これは形も一緒だし、これはもう、アブラハマ・イサクを捧げたラムが真ん中にいてということで、非常に、びっくりされてました。で、これが、で、そして、これが最新版で、世界に二つのシオンとエルサレムがあると。それは、イスラエル国のエルサレムと、東の地、日本。で、まあ僕は、京都ではないかと。それは、キレネテ湖。いわゆる、ガリラヤ湖は昔、キレネテ湖って呼ばれてたんです。琵琶湖なんですね。琵琶湖の下にある町は京都。だから、同じ位置に琵琶湖の下にあるということになる。まあ、そういうことですね。で、それを聖書から、で、どう言えるかということをちょっと書いてみました。それで、これは、英訳して、この本と、この世界文化は、は聖書からというのを一つにして英語の本を出します。出そうとしてます。はい、それが今の計画です。そして今私が注目しているのは、青森の三内丸山遺跡なんです。青森県にある、これ6000年前と言われてるんですね。で、それもちゃんと道路もあって、大きな、1メーターの幹の太さがある、20メーターぐらいあるものを8本組んで、作ってあるんですよ。栗の木で。で、それが巨大なんですね。で、その、出土しているものが、どうも、エジプトの影響があるんじゃないかと思われるものがあるので、まあ、この辺がこれからの研究のキーポイントじゃないかと思ってます。多分2005、6年だったと思います。それはね、テレビでミノモンタという有名な
方がいらっしゃって、その世界の歴史のね、ちょっとか、びっくりしたものっていうのを放送をずっとやって、それにユダヤ人を取り上げてくれたんですよ。それで、第1回、連続で、それ十何回やったと思います。その何回目かに、大崎神社が映ってたんですよ。で、あ、近いから、すぐ飛んで行きました。そしたら、やっぱり十二の石の井戸もあるし、そういう天皇家と皇室の雅楽と関係がある。それの、しかも、旗だと言ってる。という旗、で、旗川勝の墓が、その前の島にあるっていうので、で、その、隣にある妙顕寺だったと思うんですけど、お寺の墓石が、いわゆるメロラ状のもの、いわゆる夏目でメロラを表しているものがありましたんで、やっぱりこれは関係あるんじゃないかと。で、しかも、ね、大白っていうのが、無論中国語で読めば、ダビデですから、まあ、これは間違いないんじゃないかなと。で、宮司さんも証言してらっしゃるので、まず間違いないんじゃないかと思います。こちらが、旗の川崎公を祭りしている大崎神社です。ご祭神は旗の川勝様とお伊勢さんと春日さんとお祭りしております。それで、まあ、建物の方は、どちらかというとちょっとこう仏系統なんですけども、まあ、神社です。ところが、不思議なご縁で、この大崎神社の漢字を古い漢字にすると、大白と呼ぶんだ。それで、ダビデと呼べるいうことで、ここの神さん、旗の川勝さんが、ユダヤから来た、ユダヤの神さんだという、信仰が、広まるまでは言ってないんですけども、ございまして、時々、そういう方々が、訪ねて来られます。まあ、信者さんが、ユダヤ教かどうかわからないんですけども、まあ、珍しいことで訪ねて来られます。変わったお宮さんです。まあ、どうぞ。で申し訳ないんですけど、これは私これ10万枚か15万枚印刷して配りました。これは1枚の紙で一番簡単にポイントが書いてあるので役立つんです。で、特に注目すべきは神社、いわゆる神道で使う言葉がヘブル語であるということが一番重要だと思います。いわゆる神社用語として、ネギ、神社の、事務職を使う、宮司さんというのは宗教行事を司る人で、事務方というのはネギと呼ばれてるんですね。ゴンネギ、ネギ。これはナギとして、ヘブル語で言えばナギ。ナギとなる。で、神社用語の、受けとか、アスカとか、
食べるものとかそういうのは全部一緒なんです。で一番日本人に説明して、分かりやすいのは分かりやすいのはね、神社では晴れの日、晴れの門出とか言うじゃないですか。で、教会や、まあ普通のユダヤ教でも晴れるやって言いますよね。で、晴れるは栄光という意味で、ヤーはヤーへのヤーでしょ。だから、晴れの日、晴れの日、晴れ日っていうのは、栄光の時、栄光の着物、栄光のという意味で使ってんじゃないですかって言うと、日本人はほとんど目が覚めます。って、晴れるやと、晴れと一緒なんだ。で、社。神社のことを社って言いますよね。ヤーウェイの城。城は城で一緒でしょ？ヤーはヤーへ、ヤシロ。というともう、ほとんどの日本人が、くっと気づきます。それと、よく使うのはこの表なんですけど、これは僕中学校とか、学校で聖書を僕配る、ことをやってた時に、これを見せて校長先生に、は宗教の話はダメだと聖書を超えたかんという人が多いんですけども、その時にこれをお見せして、上が日本語、下が日本のひらがなカタカナですよってお見せしたら、もう目がキラッと光るんです。それからコロッと態度変わるんです。で僕が説明するのはね、先生、生徒さんをコラって言って怒りませんかって。コラというのはモーセに逆らったリーダーのお名前がコラですよと。これは民数記に書いてありますよ。で、あかんっていうのも、エリコの聖絶のものは全部神の蔵に収めないといけないのを隠したのはあかんさんですよと。言うと、もう、これ読むなと言ってもやります。読みます。いや、もう全部読んで、校長先生、次の日に行ったら、どうぞどうぞと。配ってくださいということになります。それが一番わかりやすいんじゃないかと、今まで私の経験ではもうこれは一番簡単です。この比較表を見せるのが、そうするとみんな気がつきます。そうするともう全然違う、態度がコロッと変わります。ユダヤ教と僕はもう全く日本の古神道、まあ、今の現代的な神道いろいろあるので、表先生もそのことをおっしゃいますが、古神道は間違いなくユダヤ教から来ていると。その文化性というの形、いわゆる水で清める、だから礼拝する、いろいろあると思うんですね。いろんな証拠がたくさんありすぎて、僕もどれだと言われたと思うんですけど、先ほどしたように神楽の古代から行われている、つまり紙お文字の時代からヘブル語がを使って神楽の最後にやってたっていうことからも分かるように、もう文化性は間違いなくある。清潔好きで礼儀正しい、とかやっぱり共通性を考えたらたくさんあると思うんですね。で、ですから、まあ、その件に関してはもう本当にたくさん証拠がありすぎて、私の本を見てもらったら、否定する方が難しいんじゃないかなと。今、確かに最初は多くの人がこのことを否定してきたけれども、今はもうそういう人が亡くなりました。反対する人が、これは勝手にこう、こじつけだという人が多かったんですけども、今はそういう人がもうほとんどなくなった状態になった。だいぶ進んできたなと思ってるんです。でももっともっとやっぱり進めていかないといけないと私は思ってます。で、そのことが、つまりイスラエルと日本という、
イスラエル人が今700万人から、まあ、海外入れて800万か1000万か、ちょっと私は数は正確に知らないんですけど、まあ少なくとも1億2000万人のいる日本とイスラエルというものが協力できたら大きな力になりますよね。しかも元が聖書からつながってるんだということになったら、やっぱり協力体制とか姿勢が違いますよね。親族身内とやっぱり他人とは違うという、こう日本人のこの感覚に私は訴えたいなと思ってるんです。今先に言ってしまったかもしれないけども、二つのまあ同じ民族だったものが分かれて、それが一つになる、なるっていうことは本当に世界に対しても大きな力になると思うんですね。いわゆる今までの教育だとか認識とか常識と言われるものが覆るわけですから、あらゆる面での変化が期待できると思うんですね。ユダヤ人の方は、イスラエルの方はやっぱり律法をちゃんと神の言葉として守ってらっしゃるし、それが世界の人としてはその気に入らない人もいるわけで、それが、ところがそれが日本もそうだっていうことになったら、こんなに離れててこの二つが強く親戚だということになると、大きく未来は変わるんじゃないかなと。そして良きモデルができるんじゃないかと。離れていて、まあいろいろ違うこともいっぱいあるんだけれども、でもやっぱりそれが親族と分かった時に、大いなる成果が上がる時に世界は変わるんじゃないかなと、私はそれに期待しているんですけど、この研究、日本と、イスラエルが本当に親戚関係の人間だということが分かるとですね、日本人はコロッと変わります。日本人はやっぱり島国的に小さい人が多いですけれども、まあユダヤ人はもう大きく世界に散ってスケールが大きいんですけれども、でも日本人がこれを知った時に、世界史の中でやっぱり神様の計画があるということを知るということは本当に大きく目が開かれるし、あらゆる面の見方で、私のこの会を作る時の学者として、ヘブライ語の学者として、鍋谷先生というのが代表なんですね。その方がおっしゃったことはね、世界でね、学者の考えていること、まあアメリカの学者はね、歴史が250年しかないから、どうしてもヨーロッパの学者に遠慮するって言うんですよ。で、ヨーロッパの学者からの中で見ると、ドイツやイギリスやスペインやいろいろあるけど、フランスもあるけど、どうだって考えたときに、ドイツ人には変わらないんじゃないかという意識があるって言うんですよ。そしてドイツ人がどうしても叶わないなと思ってる人はユダヤ人だと言うんですよ。だからそういうふうな影響力というものが働いたときに、二つのことがなったときに大いなる力になると私は思ってるんです。宗教的にも心的にも、ファウンダーが分かって、ルーツが分かって、やっぱり神様が計画の中に、あるんだっていうことを日本人が知ったら、日本人は変わりますよ。とそう信じています。で、まあ、特に私は若い人たちにそれを伝えて、この研究を続けてほしいと思ってるんです。もう私も70ですから、シャーン先生や白二先生よりは若いけれども、もうどっちかというともう終わりに近いので、次の世代の方々を育てていく。その中から必ず素晴らしいそのビジョンを持つ人が出てくると私は信じてるんです。